平方キロメートルの都市であり、ザグルビ・ダブラウスキーと呼ばれている地域の部分。1999年より、シロンスク県に属している。私立図書館市にある教会19世紀、ドンブロバ・グルニチャ市の近くで石炭が発見されると発展し始めた。フタバンコは製鉄工場は、1834年に、ディンブロバ・ガーニーチャで建設された。 1970年代は、フタキャ飛びつ製鉄工場が建設され、それは、この頃はポーランドで最も大きい構成線設備となった。しかし現在、それは縮小されている。1990年代に入ると、石炭の枯渇により、すべての炭鉱が閉鎖した。しかし、マチリ電で最も古い部分が、まだ存在している。前に、 オークフォレストによって都市をカバーされたことから始まった。この都市には、ジックス世紀、多くの鉱山があった。はじめ、この都市は、オールド・ディンブロバと呼ばれた。その後、1916年にこの都市は、ディンブロバ・ガーニーチャと名付けられた。ありがとうございます。